東日本大震災後のある日、人の役に立てるなら幽霊が見えてもいい、こうもまだババ様を見ていた。すっかりパニックになってしまったんです。どうも、新横山由紀でございます。始まりました、ババ様家の人々。ババ様という方はですね、島田秀平さんのオンラインサロン超常現象研究会のサロンメンバーで、非常にね、不思議な体験を多くされている方なんですね。例えばですね、ババ様の生き霊が至るところでね、目撃されたりとか、あと地震とか災害のね、予知予言なんかをしたり、さらには日常茶飯事で自分の家でポルターガイスト現象が起こるなんてね、そういった方なんですね。まあそういった、ババ様のですね、ババ様家の人々と題しまして、こちらをですね、今後シリーズ化して、ババ様の不思議な体験とかね、日常とか、あとはババ様のご家族の方々に起きた不思議なこととかね、そういったことをご紹介させていただければと思います。ちょっとね、ぶっ通しでね、カメラ回しますんで、途中で僕ね、噛んじゃったりすることあると思いますけどもね、そういうの気にしちゃダメですよ。あとコーヒーとかも別に飲みながらちょっと紹介していきますんで、よろしくお願いします。今回はですね、ババ様が初めて見た幽霊、そういったお話をさせていただきます。それでは本日も開会ライフをお楽しみあれ。はい、始まりました、ババ様家の人々ということでね、ちょっとね、ババ様のプロフィールをちょっと簡単にね、ご紹介させていただきたいと思います。ババ様はですね、東京オリンピックの年に岩手県で生まれたんですね。まあ、実家は美容室であったため、まあ、多くの人、まあ、お客さんの出入りがあったんです。父は勘の鋭い人で、後にありえないことまで当てるようになり、まあ、その噂を聞きつけて、次々に相談者が来て、拝み屋のようなことをしていたということです。で、母は幽霊を見てしまう人で、誰かが亡くなる前に枕元に来たとよく言っていたということですね。で、ババ様には2つ年上の兄がいると。で、子供時代、田舎町の駅前商店街で、雷親父の父はバイク修理をしていて、母は美容師で、家には住み込みのお姉さんがいて、本当にオールウェイズ三丁目の夕日そのまんまでしたとね、ということです。で、ババ様がね、結婚してからの家族はですね、5歳年上の旦那様、長女現在ね38歳、次女36歳、三女31歳と。で、猫を飼っていまして、オスということですね。で、孫もいまして、次女の娘だそうです。で、女の子で今年中学生、男の子で今年6年生ということでですね。で、旦那様はですね、ババ様と一緒に不思議な体験を数多くしているにもかかわらず、全くの否定派ということです。で、長女と三女は幽霊を見てしまう体質、次女も不思議な体験など全くないわけではないが、まあ、少ないということですね。まあ、そういった家族構成になっております。で、ババ様なんですけども、ババ様自体はね、私はそんなすごい人じゃないって言うんですね。そんな能力も何もないって言うんです。じゃあなんでね、この地震とか災害の予知予言なんかもしたりするかというと、口が勝手に動き出すんですって。というのは、ババ様の後ろについている人がすごいらしいです。その後ろについている人が、ババ様にあらゆる不思議な体験をさせてくれたりとかね、未来を予知するようなことを言わせるみたいですね。うん、で、今回はですね、そんなババ様が初めて見た幽霊、そういったお話をね、ご紹介させていただきます。はい、
基本ですね、ババ様ね、若い頃のババ様はですね、めっちゃ怖がりだったんで、絶対に幽霊を見たくないから、もう絶対に見せないでとね、お願いしていたんですって。まあ、この後ろにいる方ですね、もう絶対見せないでとお願いしていたんですね。まあ、その願いを聞いていてくれていたのか、不思議な体験を数々していたババ様ですけども、本当に幽霊を見ることはなかったそうです。ところが東日本大震災後のある日、人の役に立てるなら幽霊が見えてもいいと思ってしまったんですね。するとまさにその数日後のこと、まあ、その日は、ババ様のご主人と、まあ、2人で外出をして、昼食はですね、いつも行くラーメン屋さんによりめちゃめちゃうまいあんかけの爆風中華そば醤油味を食べていたんですね。でご主人さんは普通の中華そばをね、だったんで、まあ、食べるのが早くて、まあ、もう少しで食べ終わるババ様を一人残して、まあ、タバコが吸いたいからと言って先に車に行ってしまったんですね。もうババ様はね、爆風中華そば醤油味をね食べてるんで、ちょっと時間がかかっちゃったと。でご主人さんがいなくなるとね、この前が見えるようになりますよね。で奥が見えるようになったんで、ババ様の視界に向かって横に、向かって横に3つ並ぶ小上がりが見えてきたと。で何気に見ていると真ん中のテーブルに30代中頃の男性が2人向き合う位置で座っていたんですけども、向かって左に座っている男性は漫画本をね、読んでいたと。で右側に座っている男性は何をするでもなく何気にね、こう店内を見ていたようで、ババ様と目が合ったんですね。でその男性は、まあ、少し細身で黒髪、細い黒縁の眼鏡をかけ、ジッパー付きの黒いジャケットを着ていて、芸能人で例えるなら北村匠海君に似ていたと。ババ様はもう少しでスープを飲み終えるところだったので、丼を持ち上げて美味しいスープを飲み終えて丼を下ろしながら、見るとはなしに北村匠海君に似た男性にね、目が行くと、向こうもまだババ様を見ていた。でなんとなくね、この視界にね入ったまま、まあ、財布を持ちババ様がね立ち上がった時、突然その男性がスーッと斜め上に上がるように消えてしまったんです。ちょうどねババ様が立ち上がった時だったので、その一瞬にめまいでも起こして自分の頭が変になってしまったのかもしれないと思ったものの、じゃああの男の人はと頭の中はすっかりパニックになってしまったんです。でも私の右側にあるレジ前についたてがあったので、もしかすると私の頭が変になっている間にあの人がそこにいるかもしれないと思い、急いでレジに向かい、そこからあの人が座っていた場所までを見ると、誰もいず、ただあの男性が座っていた場所には荷物が置いてあったんです。男性が座っていた場所に荷物が置いてあったと。でどういうことって、より一層パニックになってしまって、もう急いで会計を済ませて店の正面に止めてある我が家の車に乗り込むと同時に、ご主人に今30代中頃の男性30代中頃の男の子が出てこなかったと聞くと、ああ便所に行ったっけと言われたんですね。あ、なんだいたんだと、ババ様はね一瞬ほっとしたんですけども、でもと思ったところへご主人さんが、あいつよとトイレから出てきた男性を指さしたんです。とトイレの位置はかなり離れた場所にあったので、たった今ね出て行ったのなら
時間的に絶対にその人であるはずがなかったと。その男性は、さっきの男性よりね、体が大きく別人ではあったんです。なんとなくね、顔が似てるように見え、兄弟だと感じたんですね。多分向かいに座っていた男性のことでしょうね。どちらが兄で、どちらかが弟っていうのは分かりませんでしたけど、兄弟だという確信だけはあったんです。そうなると、今度はね、教えてあげなきゃって思ったんです。自分が見て消えてしまったね、男性がその人の兄弟であったんだったら、教えなきゃと思ったんですね。ただどうしていいか分からず、どうしようってね、教えてあげた方がいいよねと、ね、教えてあげた方がいいよねとご主人さんに聞いても、普段から不思議現象を全否定しているご主人には無視されて、車は動き出したんですって。どうしようどうしよう、教えてあげなきゃってね、もうずっと思ってたんですけども、強くねご主人さんに言うことができず、ねえと言っても無視され続けて、結局ね、教えてあげることもできず、役にも立てず、何もできずに家に帰ってしまったと。娘からは、なんで教えてあげなかったのと言われ、役に立てるなら見えてもいいと言った私の言葉を信じて見えるようにしてくれたのに、役に立てなかったことに申し訳なさと罪悪感、そして悔しさだけが残ってしまったんです。その後は幽霊を見ていません。というより、あの時は消えたから幽霊だと分かりましたが、はっきり見えすぎていて気づかないだけかもしれませんねとね、もし教えて喜ばれる同じようなことがね、次があったなら絶対に教えてあげようと思っています、ということです。こちら、ババ様が初めて見た幽霊というお話でした。どうもありがとうございました。そのね、東日本大震災の後、人のお役に立てるならと思ってね、そしたら幽霊見えてもいいってお願いをしたら、数日後にそのラーメン屋さんで実際に見えたと。兄弟であろう2人のね、もう1人が見えたと。で、教えてあげなきゃと思ったけども、結局教えることができなかった。そのことを悔やんでいるとね。その後はね、見えてないそうですけど、ババ様が言う通りね、はっきり見えすぎていて、最初ね、その男性だって人ということで認識していたんでしょうから、もうはっきり見えすぎていて幽霊だと気づいてないかもしれませんけどもね、今回はそういったお話をさせていただきました。今後ですね、不定期な配信ではありますけどもね、ババ様家の人々ということでですね、ババ様の不思議な体験とかね、ご家族の体験、そういったお話をね、させていただきたいと思います。ありがとうございました。じゃあね、まったね、いい夢見てね。